ミロクンミンギアは約5億2400万年前の海に生息していた赤作動物の一種。スイエ動物群の一つであり、講義でいうところでは基地で最古の魚類である。本属はエムフェンチャワという種のみが知られている。全長は2.6センチメートルほど。左右からかなり強く扁平であったらしい。その側面には W 字状。 もしくは V 字状の近接らしいものが見て取れ、また、それと対応して、生殖層と思われるものが24個ほど並んでいる。はっきりした背びれと、やや曖昧な腹びれが区別され、腹器は1枚であったか1体であったかはっきりしない。体の後端近くに肛門があったらしい。胴体の前方覆面側に6個か7個のエラ脳があって、その中に、右上のエラがあったらしい。 それより前に頭部が区別できる。頭部は化石の上でも色が異なり、それ以降より濃い色をしている。その様子から軟骨による構造があったと考えられ、目などの感覚器があったのではないかと見られる化石もある。その体の構造から脊索動物であることが想定され、しかも頭部が存在することは、それが脊椎動物であることを強く示唆するものである。 したがって、最初の魚類であると言われる。なお、墨家からは、ハイコウイクティスという、近縁の別種が記載されたが、後にこれは本種そのものであると考えられるようになった。本種は、基地で最古の魚類と紹介される場合が多いが、ここでいう、魚類は、一般的な魚類である。あご口類ではなく、より原始的で、魚類とは見なさない場合もある。 無学類を含めた抗議の魚類を指してのことであり、その中の資源的無学類である可能性が非常に高いことを持ってのミロ君民ンンギアを最古の魚類とする表現である。ともあれ、アランダスピス島、オルドビスキの無学類に始まるとされてきた魚類の時代がカンブリア期の前期にまで遡れることが分かったことは極めて重要であり、注目に値する新事実である。 ありがとうございます。